高橋よいチャンネル。この間香港の選挙があって選挙率が過去最低わずか 27.54% っていう信じられないような、うん、はい、これはやっぱり民主主義まあね、あの香港の選挙っつっても向こうの、あのなんていうかな、共産圏の選挙っていうのはまあね、あの共産党のね党首選ぶ時に選挙で選んでるっていうんだけど、民主集中制って言い方するんだけど、集中制立つ人間を誰かが決めるってだけだよ。それはもう選挙じゃないじゃないですか。いやだからでも選挙をしてるっていう。そうするとどうなるかっていうと、あの小さめね、あの、はい、まあ日本の共産党のね、はい、党首みたくね、うん、ある人がずっと長く選挙してる、うん、なんでずっと長くやってるんですか。選挙してる結果です。一人しか立たない。だからまああれだよね、あの選挙をしてるっていう建前の時に、はい、まあ、最初から候補者を絞っちゃえば、うん、一応選挙をしてることにはなる、ことになります、うん、なるんだけど、まあね、民主集中制ってこういうもんだからね。なるほど。だからそうするともう、あの、まあ、しらけちゃうわけですよ、はいはいはい、はっきり言うと、あ、この人しか立たないのという話になると、はい、当然のことならもう行く気なくなるということですよ。答えが先に見えちゃってね。その前の選挙すごい高かったわけですよね。普通のあの香港は民主普通の民主主義だったわけ、はい、だからどん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 形骸化してるってことの結果ですよ。なるほどね。で民主主義ってね、この番組でも何回も言ったけど、はい、実は数量化できるんだよね。あの、これはね、はい、エコノミスト誌とかね、いろんなところで、はい、まあ、数字出してるわけ、うん、0から10までね、はい、いろんなので、あの数量化してね、はい、選挙の自由度とかいろんなので、はい、いろんな項目あるんだけどね、はい、それで数字出してるんだけど、はい、ちなみに日本とか、はい、台湾、はい、とか、 あと欧米の国っていうのは、はい、うん、まあ、大体8から9の間、8から9、はい、それで北欧なんか9ぐらいなんだけど、でもこれね、6以上の国はまあまあ一応9大点なんで、はい、もうみんな、はい、あのちゃんとした民主主義という、はい、それでね、香港はね、あの中国にね、はい、ああやって併合っていうかね、はいはい、一国二制度の前は、はい、6だった。おお。だギリギリ OK だった。はい、で今もう5、4、そんな感じになっちゃう。ああ、4。ぐーっと下がっちゃって。それでもうちょっと周りの国を言うとね、例えばね、はい、中国、はい、2、北朝鮮1、ロシア3、あ、とんでもない。とんでもないワンツースリーですね。ウクライナは 6.いくつ、そんな感じ。あ、うん、インドも6ちょっと、そんな感じ、うん、そのくらいな。だからね、このくらいの国がまあ民主主義と言われてるわけね、はい、でも中香港は本来であれば中国を2から6に引き上げるんだったら OK だったんだけど、逆に、香港がグイーッと下がっちゃった。だからもう民主主義でほとんど言えなくなっちゃって、はい、だから例えば金融資本、金融なんかはいろんなルールの基づいてやんなきゃいけないでしょ、はい、それだけど例えばね、恒大なんかを破産認定なんかしないなんて話で、はいはい、もう裁判所が平気でしないなんて言っちゃってるから、ね、あれじゃ金融取引できないから、うん、香港からどん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 もうまともな人は逃げてますよね。やっぱそりゃそうですよね、うん、まともな人逃げてるって中の一人でね、周庭さんも、あ、そうでしたね、逃げちゃったんだけど、昨日、はい、まあ彼女はなかなか苦渋の選択だろうね。おそらくあれだよね、ご家族がいらっしゃるから、はい、あ、どうすんのかね、はい、あれ今のところはね、亡命っていう形になってないんだけど、う、ね、もう中国当局が怒りまくってるからね、はいはいはい、あのなんか秘密警察なんかもあるから心配っていうかね、そうですね、だからそういう香港なんで、こういう風なあの史上最低の民主主義じゃないですね。なんかボイコットに近いことですか。まあ、ボイコットと言って怒られるから言わなくて、まあ、あの消極的に行かないっていう言い方になるんだろうけどね。なるほど。そうするとこれ極審判の人だけは言ってると。まあそういうこと、うん、だってもうだって選べないんだから。そうですね、だってリストに乗っかってんのは あちらの方のばっかり乗ってんだ。もう行きようがないじゃん。いや、行きようがないですよ、ね、うん、あのリスト見てすぐ分かるじゃん、うんうん、これダメだと思ってもう行きようがないじゃん。確かにそうですね、うん、だからものすごくこの、ね、投票率が低いってことは、はい、実はちゃんとしたリストがあれば、うん、まあ、この押したい人がいて投票率高くなるはずなんだけど、ね、そうですね、それでも投票したくないと、投票したくない人が多くなったってことはリストが実はもう不完全だっていうことなんじゃない。
ないですかね。これで選挙でいうと、うん、あの台湾の総統選がもうすぐ、そうそう、台湾の方のはるかにね、よくね、はい、民主主義指数で言うと日本よりちょっと高いんだよね。ああ、そうですか。だから台湾の民主とすごいんだけどね、だからもう結構盛り上がるんだけど、うん、だから盛り上がるとあれだよね、今度の1月の総統選なんかね、はい、新中っていうのと、はい、まあ、もうちょっとあの人で距離を置いてる人、今現政権だよね、はい、それとの関係でつばぜり合いがあって、親中の方が結構まとまりつつあるんだよね、うん、ああ そうするとあれだよね、来年の台湾総統選、はい、微妙だからね、まあ、今まではね蔡英文さんのところはさ、はい、結構やばかったんだけどさ、はい、香港問題があった時にあのやったんで急に蔡英文さん勝っちゃったんだけど ね、はい、今度の中国はね、ああいう形の表立ったことやんないでステルスで、はいはい、多分ね工作すると思うよね。工作入ってます。だってもっと絶対してるよね。だって台湾って中国って同じような言葉だから、ね、工作しやすいしね、それ人もたくさん入ってるから工作しやすいよね、はい、やらないはずがないよね。うん、それでどちらかというとあれだよね、この現政権を貶めるような感じでね、うん、今でも言ってんだよね、現政権になったら武力闘争があるかもしれないよと、それであの現政権じゃなかったらしないよなんて言って、親中の政権選べばしないよみたいなことを流してもね、そういうこともす、ね、うん、すごいよね。だからこれも台湾の人も大変でしょうね。はあ、本当にあそこはほとんど完全なる民主主義だから、はい、そういうふうなあの妨害工作の上ね、どういう答えになるかよく分かりませんけどね。なるほど。でも答え以下によっては日本もすごく危なくなるかもしれないよね。なるほどね。手はかなり突っ込んできてる。そりゃそうでしょ。だって日本だってさ、サイバー攻撃ってすごいでしょ。ああ、そっか、うん、だからこんなので台湾で知らないはずないよね。そう近いですし、うん、それだから下手にさ武力的な話をするよりかは、うん、実はあれで今サイバーであのこの民衆の方をね煽ってね、はい、こっちに誘導する方が簡単だもんね。あ、うん、だから民主主義のこの弱点って言われてるんだけど、はい、こういうふうなあのサイバーによって、うん、あの民衆をね言ってもう プロパガンダ合戦だよね。そういうので勝とうと思ってるわけよね、中国はね。あ、日本なんかもやられてるんだけどね、はい、本当言うとこれはあれだよね、なんかもうあの頑張ってね、うん、あの日本の方もね、向こうが攻めてくるんだからね、まあ、そうそう、あの守るだけじゃ大変だから、はい、あの逆に打ち返すぐらいのことやった方がいいんだけど、うん、日本だとなかなかそこまでできてないんだよね、政府の中ではね。あ、うん、サイバーも専守防衛ということですか。個人は専守防衛せざるを得ないんだよね、はい、こっちは攻撃できないからね、はいはいはい、私のところはいろんなの来てるってメールたくさん山ほど来るけど、一応内部解析してね、はい、あ、これ発信中国だなと思ってピョンとそこ跳ねてるんだけどね、大体あれだよね、あのもうわけわかんないね、最近はね、もう表だけ見たらものすごい巧妙だからね。あ、そうですか、うん、内部解析しないとわかんないですよ。へー、うん、あ、そんなに、そう、本当にもう大変になってるよ、その専守防衛も。そうか、発信源だけでも分かんなくなるし、なってるしね、もともとたどると中国で、あのどっかを日本を使ってっていうのがよくあるからね。そう、じゃあ日本の選挙にもサイバーで介入してる可能性は、やってるって、やってるじゃないのやってるっていうふうに言ってる人多いよ。あ、そうですか、うん、ネットの上の情報なんかもかなりそちらの色がついてるの多く見えるじゃない。そうか、うん、そうするとそれで結構信じ込んで、はい、やる人って動く人いるからね。来年の選挙も大変ですよこれ。水面下でサイレントインベージョンって言うんだけどね、はい、密かに侵入して、はい、それで民主主義の、プロセスを使いながら制圧していくっていうのはもう現実に行われてますからね。その結果現実リアルの世界そうなった時は大変ですよね。それの今一番先頭にいるのが台湾のでしょうね。これで中国をしてみるとチベット、はい、ウイグル、はい、その後に南シナ海、はい、香港、台湾、尖閣ってあって、うん、3つまで全部終わってんだよね。で台湾と尖閣一緒だからね、うん、まあ今まで言って5個のうち3つまで成功してやってるんだから、はい、残り2つやらないはずないでしょうと、なるほど、っていう状況ですよ。戦えない、任務が遂行できない、国民が守れない、日本が守れないということにつながる。海上保安庁の船は資産が残るから、中国からやられないってそういう意味なんだよね。